ウィーク14はバンズさんです。へい。はい、メッチチャンネルです。メッチ、シュプリーム 2021FW ウィーク14バンズさんっすね。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。今回ウィーク14は、バンズスニーカーとスキットルズっていうのかな、スキットルズっていうのかな、合ってんかな。いや、なんかおかしいな、あのカラフルなやつの、かわいいな、あれかわいいな。では、そちらのね、まあ、コラボとか見ていこうかなと思ってますね。めちゃくちゃ楽しみー。はい、見ていきましたね。見ていって、って感じですね。これやったら俺はあれかな。バンズさんやったらこのオールドスクールって言うんかな。履きやすいオールドスクール欲しいなと思った。色はちょっと悩んでんねんけどな。オールドスクールがいいかなと思ってる。ほんま見ててな。あと、スキットルズさん。まあ、これもめっちゃ悩むやんと思ってな。ジャケットかっこいいなと思ってるもん。だけど他もかっこいいわ。あの、やっぱ色があるやつかわいいな。かわいいなと思って、あれ欲しいなと思ったけど、これはどうやろう、俺、B2 かな。B2 もなんかかわいいなと思ってんのよ。あの、だから俺お菓子食ったことないねんな。ぶっちゃけあのお菓子は食ったことなくて、だからな、見たことあんねん。なんか M&M 的な感じ？ようわからんけど。当てがどうかわからんけど、なんか、もうカラフルやんか。で、なんか美味しいっていうのも聞いたんよ。俺食べたことないけど、食べたことあるメチコから美味しい言ってて、いや、気になるけど、なんかあのパッケージを見たことあんねんな。なんとなくな。多分な。見たことあると思うね。だから、あのカラフルさ良くない？ちょっと、俺いいなーと思って、ジャケットもええなーと思ったりもするけど、B2 かなーと思ったりもする。まあ、ちょっと悩んでますね、本当に。めちゃくちゃなんか、ちょっとテンション上がってる、これ。こういうカラフルってめっちゃええなと思ってる。では、レギュラーの方、ね、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみー。はい、レギュラー見ていきました。レギュラー見ていって、あのシャツも気になった。シャツも気になるし、あのパンツも気になるねんな。パンツのあの、なんだ、ゴアテックのやつ、テックパンツっていうんか。あれもいいなぁと思うし。で、GBL、えぐい値段やんな、これな。予想では。いや、俺も、それはもう、あの、俺持ってるからな、スピーカーで、ヤマハの方を持ってるから、JBL は、その値段はちょっと買うのきついかなと思うけど、一回聞いてみたいで、どんなんか。あんねんけど、ちょ、悩んで、あれかな、カンゴールのあの B2 かな。カンゴールの B2 が気になるかな。なんかあったかそうやんか。綺麗やん、カンゴールの B2 かな、今のところ。カンゴールの B2 かな、って感じで、まだちょっと悩みますね、これ。な感じで見てきましてね。ウィーク14ですね。ウィーク14見ていって、ま、もちろんバンズは欲しいよ。バンズは欲しいなとは思うのよ。欲しいなとは思うねんけど、スキットルズが、のあの色味欲しいから、今からじわじわ来そうで怖いねんな。ジャケットとか、ジャケット以外にもいろいろ出てるやんな、これ。もう見ていったら、だんだん欲しくなんねんな、これ。これなんかあの派手な感じいいやんか、カラフルでポップで。キュートなテレフォンナンバー的にあれめっちゃ可愛いやん。そう考えたら、
これちょっとな、バンズもいいねんけど、バンズより俺スキットルズかなと思ったりもして、バンズかなと思ったり、まあ、レギュラーのあの、カンゴールもいいな、レギュラーもいい、なんかいいなと思ってきたし、まだちょっとあの、絞りきれてないもんだよな、これ。絞りきれてないな、これ。なんか、じわじわーっと来そうやねんな、こういうのって。最初はもうバンズやなと思ってたんやけど、見れば見るほどやっぱ他のもええよなって。他のもええよなと思い出したら、なんかまだな、こう、固めきれてないもんだよな、これ、なかなか。だからまだちょっと時間あるんで、まだちょっとじっくり考えようかなと思ってますね。はい。まあ、ね、変更とか、ね、追加等があるかもわからないんですけど、今のとここういった感じで来るかもわからんって来てますね、これ。だから、ちょっとこれじっくり悩んで、どうしようかなって感じですね。なんかちょっとワクワクしますね、これ見とったら。このちょっと、JBL も気になるけど、この値段っていうのがほんまに、俺こんなすんねんなと思って、俺これちょっとな、ここまでするっていうのが、そのびっくり問題し、すげえなって。どんな音するんかも聞きたいと思うけど、買えない問題があるからね、これ。ナスボ入っても無理やで、これ。だからやっぱ、やっぱもうバンズかな、これ。ちょっと悩むわ、これ、じっくりな、腰据えて、見てて、まあ、バンズが来てくれて、よかったーって感じで。思ったんやけど、ね、他まだ、あと何種あるんかな、これ。何種あるんかな、これ。ね、目白押しやから、今回ちょっとバンズって感じですかね、これ。楽しみですね、これ。どうにかこの、まあ、第一希望はオールドスクールさんですかね。オールドスクールのこの色味だけはちょっと、じっくり。もし狙っていこうと思うんではあるんであれば、ちょっと考えようかなって思ってますね。ほんで、スキットルズさんの方もちょっとじっくり見て、第一志望はスキットルズさんになる可能性もあるし、ちょっと週末までちょっとじっくり考えると思っている。めっちゃでした。はい。どうですかね皆さん、ちょっと刺さる相手のムーとかありましたかね。なんかちょっと疲れてるのかな、ちょっとめっちゃ噛んでんねんけど、なんか。口が回らん問題。口が全然回らんわ、今日は。もう今日はもうさっと寝ようかなと思ってる。ほんまさっと寝ようかなと思ってるぐらい、ちょっと口が回らんで、なんかちょっと疲れてるのかなと思った次第でございました。はい。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ウィーク14も楽しみです。こっちやってけ。楽しみです。めちゃめちゃ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。